にしようかな。今日はこれの気分。頑張るわ。どのこれをどれにしましょう。よし。できました。やっぱり間違いない。これライムが持ってた夏な。いや、ユズ、私ユズは、ひなちゃん、嘘、記憶が戻ったの？全部の記憶は戻ってない。本当にちょっとだけ。でもあの日、あの時、ひなちゃんと交わした思い、温かさが胸の奥底から溢れ出してくる。心が覚えてるんだ。ユズ、うん、これが本当のユズ、四条ユズキだよ。アオチもありがとう。なんでかわからないけど、ユズ元に戻ったよ。アオチン、ユズさん一体。もうユズさんなんて硬いな。はい。ユズってこんな感じなの？そう、そうだよ。これが私の知ってるユズ。ずっと不安だった。もうあの頃のユズと話すことはできないんじゃないかって。不安にさせてごめん、ひなちゃん。本当だよ。やっと会えた。うん、よかった。今度はなんだ？ライムに届ける。行こう。目的地はと、ちょっと恥ずかしいな。おはよう、ユズ、ひなちゃん。何が起きて、ライム！ライム！会いたかったよ！ひなちゃん、うん、ライムも、やっと会えたね。ライム、起きても大丈夫なの？体の調子が悪いとか、何か異変が？ユズ、大丈夫だよ。ライムは何ともない。本当？本当の本当に大丈夫なの？うん。無事でよかった。うん、ありがとう、ユズ。でも待って、そしたらなんでライムは目を覚ましたの？一旦学校に戻ろう。うん。
私は四条ライム。改めてみんなよろしく。うん、よろしく。じゃなくて、いや、よろしくだけど。確かに、なんで起きれちゃったの？起きてしまって大丈夫なの？あなたがこの世界を維持してるって話だったわよね。うん、安心して、そこは大丈夫。それで、なんで起きれたのか、だけど、みんなが作ってくれたでしょ？クマのぬいぐるみ。え？クマさん？それが起きれた理由？なんでクマのぬいぐるみで起きることができたの？考え方は、みんなをこの世界に集める方法と同じ。雫世界に、思い出に関わるものを用意する。そして思いを共鳴させる。そうやってライムは目覚めたんだ。でもクマのぬいぐるみはきっかけでしかない。ライムが起きることができた根本的な理由は別にある。ライム、みんなに改めて説明してあげてほしい。なぜ？うん、ライムが眠ることになったのは、雫世界を生み出す時にみんなをここに集めることができなかったから。ここに集めることができなかった。しほちゃんやひなちゃん、他のみんなもそうだけど、最初は学校にいなかったでしょ？うん。本当は最初からみんなをこの世界に集めるはずだったんだよ。それって逆に言えば、それぞれの思いを核にして雫は形作られた。でも個人個人の雫は小さくて危うい。だからユズたちは小さな雫を一つに集めて大きな雫にしようって思ったんだけど、途中で失敗したんだろうね。一人一人の雫はバラバラのまま虚無に放り出された。途中で失敗した。そしてライムはそのあちこちに散らばった雫をつなぎ止めなくちゃいけなくなった。ライムは雫という小さな船がどこかへ行かないよう船の怒りになってたって。こと、つなぎ止めるには想定以上の力が必要で、二人とも思いの力を大きく消費することになっちゃったけどね。そっか、だからユズもあんな風に。なんでそんなことになってしまったのかは思い出せないけど、それでひとまずどうにかなった。現状維持が可能になったってだけだけどね。今はこうして全員がこの世界に集まったから負担が減って、ライムが眠る必要がなくなった。そういうこと。ただ起きれたとはいえ、思いの力はたくさん消費しちゃったから、ユズたちにはもう戦う力も残ってないんだ。ごめん。謝らないでよ。こっちからすれば守ってくれたことに大感謝なんだから。本当はもっと早くみんなに伝えたかった。うたちゃんが来た時点で準備は整ってたんだけど。クラック、うん、修復にかかりっきりでここまで。そう、起きちゃったことは仕方ないよ。それであの後もいろいろあったんだよね。何があったのか教えてもらってもいい？あっ。ってことで、それはものすごく危険。決めたんだ、みんなで生き残るって。うん、ならライムから言うことはないよ。ありがとう、ライム。今の話を踏まえると、うん、
そっか、ライムが起きてユズも元通りに。昨日停止してたユズたちの心トープはこの世界の管理を、だからユズたちの改めて